こんにちは、池田しおりです。こんにちは、渡辺です。はい、今日はアクセサリーいらずのチュイテクポニーテールアレンジをやっていきたいと思います。はい、はい、今日は、まあ、私ちょっと巻いてるんですけど、うん、もし短めの方とかはもう巻かずにそのままできるアレンジで、うん、で、まあ、少し長さがある方はちょっと緩く毛先巻いてた方がおしゃれに見えるのでやってみてください。あと、ゴム隠しが、苦手な方、うん、難しい方にすごいおすすめの、アレンジになっていますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。はい、はい、それでは動画スタート。オイルを4プッシュ出します。髪の毛全体にオイルをつけます。ブラシで溶かします。三つ襟の部分に向かって、上から斜めに向かって、だいたい半分ぐらいになるように取ります。左側の部分を三つ襟の少し上でゴムで結びます。結んだ部分のトップの部分を引き出します。反対の髪の毛を先ほど結んだゴムの隣ぐらいでまとめてゴムで結びます。このぐらいの位置で結べれば大丈夫です。横から空洞を開けて少しゴムも下にずらします。左側の髪の毛に上から髪の毛を通します。左の髪の毛を見やすいように上でダッカールで留めています。空洞を作って下に持ってきた髪の毛を少し右側にずらして、上の髪の毛を下ろします。上の髪の毛を下のゴムが隠れるようになじませて、右側の部分も少しほぐしていきます。ゴム付近も少しほぐします。ゴムが隠れてしっかり整えたら完成です。はい、今日のポイントなんですけど、まず髪の毛を斜めに半分に分けたことによってしっかりとギュッと結べるので、崩れにくい、アレンジになります。あとゴム隠しなんですけど、髪の毛をこう左右にギュッと裂いて隠すんですけど、その時に、まあ、ちょっと最初は難しくてなかなか取れないかなと思うんですけど、コツをつかんだりとか練習をしたら必ず隠れるようになるので、ポイントはこのようにもうギュッとしっかりと右と左をギュッとやるっていうことがポイントなので、皆さんよかったら参考にしてみてください。はい、はい、では次回のまた動画で会いましょう。